政府が2030年代半ばにガソリン車の新車販売をゼロにする目標を検討していることについて、梶山経済産業大臣は自動車の電動化は不可欠と意義を強調しました。自動車の電動化というものは不可欠だと思っております。政府は温暖化対策の一環で2030年代半ばに新車をすべて電動として、ガソリン車をなくす目標を検討しています。これに関し梶山大臣は年内に具体的な計画案を作る考えを明らかにしました。また自動車メーカーに電動車を販売する比率の目標を設け、達成できない場合は他の企業から温室効果ガスの排出枠を購入する制度を導入することについて、他の国地域でも検討されていると前向きな姿勢を示しました。